ショーン・コルビンはアメリカ合衆国のシンガーソングライター。アメリカ合衆国内だけで250万枚を超えるアルバムセールスを記録している。コルビンはサウスダコタ州で生まれ、イリノイ州のカーボンデールで育ち、南イリノイ大学カーボンデール校へ入学した。彼女は10歳からギターの演奏を始めた。彼女の初めてのコンサートは15歳の時に、 南イリノイ大学キャンパスで行ったものだった。コルビンはジョニ・ーミッチェルが最も自分の音楽に影響を与えているとして、コンサートでは最初に影響元の音楽を演奏する。コルビンは1970年代後半から音楽業界で働いていて、全国的な活動はテキサス州のオースティンが最初だった。クリニチ・ビレッジに集まったフォーク歌手の雑誌。 ファーストフォークによる関係で、1980年にはニューヨークへ引っ越した。彼女はミュージックパートナーとなるジョン・リベンサルとその頃出会い、リベンサルはいくつかのアルバムでプロデューサーを務めた。コルビンはよく同時代のミュージシャンに自分の才能を提供しており、例えば、スザンヌ・ヌベガのヒット曲、ルカではバックボーカルを歌っている。ベガは返礼で、コルビンのデビューアルバム、 ステディオン収録曲、ダイヤモンド・イン・ザ・ラフで、バックボーカルを務めている。コルビンと友人でもあるメアリー・チェイピン・カーペンターは、若い頃は、お互いのレコーディングに客演している。カーペンターの、ザ・ハードウェイや、カモン・カモンでコルビンはボーカルで参加しており、コルビンのアルバム、ファットシティ収録の、クライム・オン・エバック・ザ・ツ・ストロングではカーペンターが、ボーカル参加している。また、 彼女はブルース・ホー・オンズ・ビーの演奏にゲスト参加もしている。コルビンは1987年から88年までの短期間ノースカロライナ州のバンドであるレッド・クライ・ランブラーズに参加していた。1988年にコルビンはフォークシンガー・ソングライターのシェディル・ウィーラーとメアリー、チェイピン・カー・ペンターとのトリオコンサートを依頼された。3人は バージニア州のアレクサンドリアで2夜連続で演奏した。コルビンはシンガーソングライターのジュリー・ミラーとバディ・ミラーと関係が深い。3人が1970年代後半から80年代前半までオースティンで活動していた頃、ミラー夫妻と音楽的に親密になった。1990年、1991年と1993年に発表された。 ジュリーの3枚のソロアルバムで、ショーンはバックボーカルを務めている。コルビンが発表した初期のアルバムはあまり売れなかったが、それでも1989年に発表したデビューアルバムのステディオンは1990年のグラミー賞の最優秀コンテンポラリフォーク録音賞を受賞した。1992年に発表した次のアルバムファットシティは、 1994年のグラミー賞で最優秀コンテンポラリフォーク録音賞にノミネートされ収録曲 I Don't Know w h y もグラミー賞の最優秀女性ポップボーカル演奏賞にノミネートされた。1994年に発表したカバー曲集のアルバムカバーガールを発表した。カバーガールは1995年のグラミー賞で最優秀コンテンポラリフォークアルバムに ノミネートされた。その頃、コルビンは、リチャード・トンプソンと一緒にツアーを行い、そのオープニングアクトとバックボーカルを務めた。彼女は、セサミストリートのアーニーと、アイドントオントゥライブ、オンザムーンを歌った。1996年10月に発表したアルバム、A few small repairs は、コルビンにとって、最大の成功をもたらし、アメリカレコード協会から、プラチナディスクを認定された。 シングル、サニー・ケーム・ホームは、ビルボード・ホット100でトップ10を記録し、1998年のグラミー賞では、最優秀レコード賞と最優秀楽曲賞を受賞した。その後は、1998年にクリスマスアルバム、ホリデー・ソングズ・アンド・ラ・ラ・バイズを発表、2001年にアルバム、ホール・ニュー・ユーを発表、2004年にはベストアルバムを発表。 2006年にアルバムテイゼ・フォー・ウォルスを発表し2009年に発表したライブはグラミー賞の最優秀コンテンポラリ・フォークアルバムにノミネートされた。コルビンはリサ・ローブのシングルホーリング・イン・ラブのゲストボーカルを務めた。彼女はリリス・フェアに大勢の女性アーティストらと共に参加した。ブルック・シールズのシチュエーションコメディサドン・ディ・スーザンのテーマソングに コルビンの曲、ナッシン、オンメが使用された。また、2001年に TNT で放送された、トリビュートトゥ・ジョニー・ミッチェルに、コルビンは出演した。1992年10月16日に、開催されたボブ・ディランのトリビュートコンサートである、30トリビュートコンサートに、コルビンは出演した。彼女は、どこにも行けないを、ロザンヌ・キャッシュ。 メアリー・チェイピン・カーペンターと共演し、天国への扉を、全出演者と一緒に演奏している。コルビンは、イギリスチャンネル4のドキュメンタリー、ライブフロム・アビー・ロードに出演している。彼女のアビー・ロードスタジオでのライブセッションは、ザ・ズートンズやネリーナ・パロット、レイ・ラ・モンターニュと同じ回に収録されている。コルビンは2002年に、ホールド・オン・ツー・ザ・グッド・シングスを録音し、 その曲は映画スチュアート・リトルにで使用された。彼女は映画リトルベアに A グレート・ビッグ・ワールドを提供した。2007年にはコルビンはシングルクレイジーを発表した。この曲はナールズ・バークレーのカバーである。コルビンは2009年6月23日に15曲を収録したアルバムライブを発表した。 このアルバムはサンフランシスコで2008年7月に行われた3日間のライブが収録されたものである。コルビンはコメディシリーズのザ・ラディ・サンダース賞に数回出演していて、最終回ではキャロル・キングの Will You Love Me Tomorrow のアコーティスティックカバーを演奏している。彼女はコメディシリーズのザ・シンプソンズで2回ゲスト出演した。現代のアーティストが 過去の音楽スターを演じる映画、クレイジーでは、コルビンはカントリーミュージックの伝説の歌手キティウェルズを演じた。公演兄弟の映画、ビックリ・ボースキーで、コルビンのビバ・ラスベガスを聴くことができる。コルビンはテレビドラマ、エルの世界のシーズン2で、彼女自身の役で出演している。ありがとうございます。